FIFA ワールドカップグループステージの初戦が始まろうとしています。両チームのサポーターも続々と会場に詰めかけてきました。アルベイトスタジアムから生中継でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。アルベイトスタジアムへようこそ。試合開始を前にしてスタジアムでは着々と準備が進んでいます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ、世界中のサッカーファンが待ち焦がれていた大会が始まります。 FIFA ワールドカップグループステージ第1節、日本がスペインと対戦します。今日もまた面白い試合になりそうですね。結果次第ではこのグループの順位に変動が起きるかもしれません。どんな展開になっていくのか楽しみです。ピッチのどこでもプレスをかけて相手の動きをコントロールし、いいパスを出させないチームですね。今日もいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。相手の自由を奪えばミスにもつながります。今日も動きのある試合を見せてくれるでしょう。スペイン代表のスタメンをご覧ください。福西さん、短いパスでゲームをコントロールするのが得意なチームということですが、どのような感じでしょうか？そうですね、ショートパスを連続でつなげてボールを保持してきます。そこにオフザボールの動きでスペースを作り出すスタイルのチームですね。 FIFA ワールドカップグループステージ第1節、前半戦のキックオフです。鎌田大地、これはキーパーのスーパーセーブ。決定的な場面もゴールを割らせません。あれをよく止めましたね。とっさに体が反応した感じでしょうか。それにしても大したものです。手前の味方に出します。伊東純也、森田、キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。ボールはエリアへ。ペドリ。福西さん、この試合の注目の選手といえばやはりペドリですね。周りをうまく生かしてチャンスを作り出せる選手ですからね。味方との連携で。鎌田大地、入った、ゴール。試合開始から間を置かずスコアが動きました。プレーを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
日本のリードで試合再開です。いいところを見ていました。ゴール、また決まりました。あっという間に2点差です。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。セルジオ・ブスケス。さあペドリへ。フェラン・トーレス。ブスケッツに渡った。あとは打つだけ。1点返しました。これでまだまだ試合は分かりません。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。ゴールに襲いかかります。スペースに見事なスルーパス。セーブしました。キーパーの大活躍です。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。マルコ・アセンシオ。絶妙なところに出した。再びゴールをこじ開けた。これで同点。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ついに追いつきました。もはやこのイケイケどんどんサッカーは止められないのでしょうか。長友佑都。美しいパスですね。1点リードにできるか。ボールがこぼれた。まだありそうだ。これで一旦落ち着けるんじゃないでしょうか。プレーオンです。スペインへのアドバンテージ。ダニオルモ。裏を狙ったパス。通ればチャンスだ。この攻撃は実を結びません。さあカウンターを仕掛けるか。伊東純也。鎌田。パスをカットしました。相手の攻撃を断ち切ります。フェラン・トーレス・ガルシア。ここでフェラン・トーレス。アセンシオ。これは相手にパスしてしまいました。弧を描いて裏を狙います。キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。さあ日本のコーナーキックです。現在同点。リードするチャンスです。短くパス。ここでまた1点リードです。映像が来ました。
コーナーキックからのいいボールです。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。さてスペインボールのキックオフです。1点を追いつくために反撃開始となるのか。アディショナルタイムは2分です。ダニオルも入れば同点ですが、キーパーのファインセーブ、これはオフサイドでした。それでもきちんと止めたことはさすがですね。アルベイトスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。この選手ですが、ここまでの活躍は見事ですね。分析するとよくわかります。見事なゴールでした。スタッツを見ると偶然ではないですね。ゴールに向かう姿勢がうかがえます。FIFA ワールドカップグループステージ第1節、後半戦のスタートです。綺麗なパスを通しています。フェラントーレス、同点ゴールか。ガビ、キーパーは止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。ショートコーナー、ガビ、再びアセンシオ、これは決めたい。決まった、同点ゴール。スペインがここで追いつきました。あれだけ長い間ペナルティーエリアでボールを持たれれば決められちゃいますよね。本来はもっと厳しくチェックに行っておくべき場面でした。ディフェンスの連携を見直した方がいいんじゃないでしょうか。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。伊東純也、さあ日本が仕掛けていこうかという場面。ここはカットされました。攻撃失敗です。フェラントーレス・ガルシア、ボールはジョルディ・アルバ、高い位置でカットします。ジョルディ・アルバ、ダニオルも落ち着いています。試合終了まで残り時間は30分です。マルコ・アセンシオ、ここはじっくりとパスを回しています。いい攻撃の形でしたが攻めきれませんでした。カウンターを仕掛けるチャンスです。モリタ、裏までしっかり見えています。ガビ、ペドリ、ボールはブスケッツへ。フェラントーレス、ダニオルも
さあリードできるか。ダニオルモ絶好のチャンス。ダニオルモこれはよく止めましたね。キーパーのファインセーブです。田中カウンターを狙います。上がっていけるか。いけるか。がっちりキャッチします。マルコ・アセンシオ。ここでガビ。ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。さあ相手陣内に入ってきました。試合終了まであとわずか。果たして勝ち越しゴールを挙げられるのか。キーパー勝ち越しゴールを阻止。よく止めました。ビッグセーブです。選手を変えてきますね。ショートコーナーです。モラタ。ガビ入れば1点リード。鮮やかなタックル。南野拓実。試合終了まであと5分しかありません。もうほとんど時間がありません。この攻撃で日本は勝ち越せるでしょうか。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。守備への切り替えが遅れています。いいボールでしたがここはクリア。これで決まりか。まだ試合は終わっていませんが勝利を手繰り寄せるゴールです。大変な喜びようですね。気持ちはよくわかります。勝利を引き寄せるゴールが生まれました。この展開を誰が予想したでしょうか。選手の諦めない姿勢が生んだゴールです。勝利で終わりたいですね。さあ試合再開。日本が追う展開です。ここでホイッスル。スペインの勝利でこの一戦は幕切れとなりました。いや最後の最後に見事な決勝ゴールが生まれましたね。選手が喜びを爆発させているシーンが印象的でした。今日の試合にはサポーターも大満足だと思います。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。